はいいご紹介いただきありがとうございますこの,この後のセッションでです、ね、LINE における MySQL の運用の現状とバージョンアップを支える仕組みと題しまして LINE の大塚が発表させていただきます。近年、ですね世の中の変化が激しくユーザーの要求に迅速に応えるためにプライベートクラウドを活用してサービスを開発されているケースも多いと思います。 しかし弊社では自社のインフラに対する制御や柔軟性を高めるためにプライベートクラウドを開発して運用しております。本発表ではプライベートクラウドを開発して D バースとしてデータベースのプラットフォームを構築運用している例として弊社の取り組みを紹介させていただきます。 まず LINE のデータベースの業務内容責任範囲をご紹介させていただきこの後にデータベースのサポートするデータベースマネジメントシステムの中でも主要なコンポーネントとなっている MySQL のプラットフォームやその移行バージョンアップを支える仕組みについて紹介いたします。そのの後少人数で大量のインスタンススタを運用している 上での上で開発公開しているツールを紹介させていただきさらに今後の課題の紹介をさせていただきます自己紹介です IT サービスセンターデータベース室のデータベース一チームで所属して働いております大塚と申します SNS やインターネットではトンボというこのアカウントで活動しております業務内容は MySQL のオペレーションとその周辺の自動化 そしててデーータベスス管理システムの開発を行っています経歴としましては2016年 LINE のサマーインターンシップに参加し2017年からエンジニアのアルバイトとして参加し2018年に入社して正式にデータベース室,ーース室に参加して運用開発に携わるようになりましたマイスケールは学生の頃からすごい好きで好きなマイスケールの機能は純動期レプリケーションです。 特に純動機レプリケーションの何ですか肝となっているビンログのイベントを見ている眺めるのが好きです。でこの写真にも先ほど紹介もいただいたんですが、えっ、ー、と結構髪型が変わっているんですが、えっ、ー、と一年ぐらい前からですね、まあこの髪型にしていて、えっ、ー、と最近何か大障害を起こしてこうボズにしているとかっていうことではないので、えー、ご了承ください。 でですね、まあそろそろ髪を伸ばそうと思っているので、まあ、ちょっとこの外出が難しい状況が終わって、えっ、ー、ともしお会いすることがあれば、この写真のような人間と会うことに会えると思います。はい、えちょっとリモートで難しいんですが、アイスブレイクとさせていただければと思います。それでは本来本題に入ります。えまずは弊社のデータベース室の紹介をさせていただきます。 いわゆるインフラ部署である IT サービスセンターの下に大きく4つの部署があります。一つはプライベートクラウドを開発しているこのプライベートクラウドのプロダクト名がベルダというのですがベルダデパートメントベルダ室そしてデータセンターから OS の管理までを担当しているシステム室そしてネットワークのシステムを管理しているネットワーク室そして私が所属しているデータベースの管理を行っているデータベース室があります。 このデータベース室の中は4つのチームに分かれていて1チームデータベース1チームからデータベース3チームそしてビッグデータチームで構成されています。それぞれチームごとにデータベースマネジメントシステムを担当していますが特に主要なコンポーネントとなってインスタンスの多いマイ s スケールと Redis に関してはチームをまたいで分散してサポート運用を行っています。 このデータベース室でサポートしているデータベースマネジメントシステムはこのようなものがあります。Web サービスやアプリケーションを開発する上でよく使われている MySQL や Redis、MongoDB をはじめとしてフィンテック領域では Oracle、SQL サーバー、分析用に HBase やュ u b リッ d といったデータベースをサポートして運用しています。このデータベース室の歴史を振り返ってみますと2011年に 約5人ほどでこの MySQL、Oracle、Kubelet、SQL s e r ー e r を担当するところから始まりましたそして開発者の要望に応えるようにして2015年にレディ i s 2016年に MongoDB、そして2017年に Hadoop、HBase といったデータベースをサポートしてきましたこの頃から社内のプライベートクラウド、ベルダ上でデータベースコンポーネントとして そうですね、データベースを提供するようになりましてベルダマ m スケール2 0 1 8年にはベルダレディス2 0 1 9年にはベルダエラスティックサーチという形でこういったデータベースもサポートしてきましたそしてさらに今年 2020, 2020年には DBDBS for MySQL という形でセルフマネジメントをベースとしたコンポーネントを提供しています現在はその年 頃に5人から始まったところから徐々に人も増えてデータベース室全体で20人強のメンバーで運用を行っています運用業務といたしましては基本的にサービスの開発に必要なデータベースに関する運用作業すべてを担当するという形で作業を行っていますテーブル定義などのスキーマ管理 ACL の管理そしてコンフィギュレーションの管理 インデックスの管理この辺りは変更を加えると永続化の設定であったりパフォーマンスに大きな影響を与えるので基本的には変更を加えるときはこのデータベース室のメンバーが行って管理するようにしています。また大きいサービスですとシャーディングを行ったりレプリカセットを追加することでレプリケーショントポロジーを変更する必要がありますがこういった管理やマイグレーションの作業も DBA が行っています。 またモニタリングのシステムやアラートのシステム、バックアップ、リカバリのシステムもこの DB 室で独自に開発を行って管理していますそのモニタリングを行った内容によるアラートの一時対応であったりスロークエリが出た場合のクエリチューニングといったサポートも行いさらに新機能やバグの調査、そのワークアラウンドの調査なども行っています またこういった運用システムはできるだけ柔軟に対応ができるようにこのデータベース室で開発も行っていますこのデータベース室で管理する DB や管理システムはこのようになっていて右側のデータベースのオペレーションシステムとしてこういったモニタリングシステムアラートシステムバックアップシステムそういった運用に必要なツールも開発してその統合管理システムとなるものも開発してここからデータベースを運用するというふうにしています またデータベース自体の構築は社内のプライベートクラウドであるベルダからベルダのコンポーネントとして提供していてここの改善や改良開発についてはベルダチームのメンバーと協力して行っています開発者から見るとベルダの UI で、まあ、まさにプライベートクラウドの UI からコンポーネントをそれぞれ必要なものを構築して何か そのコンポーネントからできないようなスキーマの変更であったりレプリケーショントポロジーの変更そういった作業がある場合はワークフローやチケットを介して DBA と協力して運用を行っていますここまでがデータベース室の紹介になりますここからは特に My の MySQL に焦点を絞ってこの MySQL のプラットフォームの編成についてご紹介させていただきます まずはプラットフォームについて紹介する前に現在うちのデータベース室では4000インスタンスを超えるマイエスケールを運用していますがこの4000インスタンスを超えるマイエスケールのバージョン比率についてご紹介します。現在最新のメジャーバージョンである8.0の割合は約16%そして 5. 7が5.7が 57%5.6 が21%それ以外が6%という状態になっています。 来年の2月で5.6のバージョンが EOL となる中でアップグレード作業になかなか苦戦しているというのが現状になっていますしかし今年中の5.5のアップグレードそして来年の5.6のアップグレードを早い段階で計画していまして例外的なものを除いてここは5.7になっていく予定ですはい、こうしたアップグレード作業が難しくなっている状況の一因としてインスタンスの急増があります この図はデータベース室で管理している MySQL のインスタンス数を大雑把に示したものになりますプロダクション環境のものだけをカウントしていますが VM と PM、社内用のサービスと社外に向けたサービスも混在してカウントしておりおよその数値となっています2016年から2018年にかけてインスタンス数は1 0台ずつ増加するような勢いで増えていて 2019年2020年も同じような速度でサーバーが増えている状態ですしかし2018年からはインフラ部署全体としてコスト削減のプロジェクトにも注力しており業種度を上げたりだとかレプリカを多少その不要な分を減らすといったことを行ってインフラコストの削減にも取り組んでいますそのためインスタンスの増加速度は落ち着いて見えますがサービスの速度はかなり速い勢いで続いています この間2015年から2020年にかけてデータベース室全体のメンバーは15人から20人強に5人から7人ほどしか増えておらず常に少人数で大量のインスタンスを運用することを続けてきましたこのようなインスタンスの急増を支えるためにプライベートクラウドをベースとしたプラットフォームの改良にも取り組んでいます プラットフォームの変遷と題しましたが2017年までは実はプラットフォームと呼べるようなものは存在ししていませんでしたそのためサー,バーの構築がサーバーの構築から調整を行ってインスタンスの急増に対応するようなケースがあったりだとか急激なインスタンスの増加によってサーバースペックが統一できないといったことも発生していました。 また当然インストールの作業などはアンシブルやスクリプトを使って自動化していましたが非常に単純なもののみが存在している状況になっていました。これによって開発者はインスタンスの構築であっても作業のたびにワークフローを申請したりだとかワークフローの対応が自動化されていないことで担当する DBA によって運用方法が異なるといったことも発生していました。これによって引き継ぎ作業や その後の運用作業のコストが上がってしまうということが課題となっていました。2017年からは社内クラウド、社内のプライベートクラウドであるベルダのプラットフォームが安定してきまして、インスタンスタイプこのインフラの環境も整ってきました。そのためこれを利用してインスタンスタイプの標準化統一が行えるようになり。 さらに構築作業はほとんど自動化され単純なワークフローが自動化システムと連携することによって運用コストを大ききく下げることができましたしかしそういった自動化をしてもそれでも増え続けるサービスに DBA 作業の限界が見え始めたのもこの頃でしたインフラコスト削減のためのマイグレーション作業も頻発するようになりインフラ全体としてのそのコスト そしてデータベースインスタンスもそれに影響を受けてマイグレーション作業を行うといったことがオペレーションのコストになってきました当然規模が拡大することで一定の割合で来ていたアラートもその絶対数が多くなりこの緊急対応やアラートの対応といったものもデータベース質のメンバーの負担になってきていましたそのため2020年今年からはそのプラットフォームを刷新して DBS4MySkale という形で開開発発者によるるセルフフマネジメントトが行えるプラットフォームを開発提供しましたこれにはオートヒーリングやトポロジー変更機能を開発者に提供,提供することができたことでこういったことが可能になり当然大きいサービスや大きいスキーマの変更などは必要に応じて DBA がサポートしますがクエリーチューニングやインデックス設計といったノウハウについても社内教育を強化することによって セルフマネジメントを行えるプラットフォームが提供されてきましたこれには GrenDB と呼ばれるこの DBS for MySQL のプロダクト名が GrenDB というのですがこの GrenDB を開発したことが大きな要因となっていますこの GrenDB ではオートヒーリングインスタンスタイプの自動化といったトポロジー変更の操作が自動化されていてかつそれが ウェブ画面から変更を確認することが可能になっていますこのために柔軟な設計をする必要があり我々のチームでは HA マネージャーをスクラッチで開発することをスクラッチで開発を行いましたその GLENDB はこのような構成になっています開発者がベルダのウェブ画面から、まあ、左からですね左上のところなんですがウェブ画面から MySQL のサービスの構築をリクエストすると 内部のマネジメント API をいろいろと経由して VM オペレーター MySQL オペレーターによって VM を構築 MySQL をイン,スタンスインストールしレプリケーション構成を構築します。これを HA マネージャーである GlenHA に登録して書き込み用の DNS と参照用の DNS ロードバランサーを設定します。 ログファイルはハートビートによって収集してエラスティックサーチ、キバナによって開発者が確認できるようにされていますまた DB1 というプロメテウスによるモニタリングシステムを経由してメトリックスの収集や可視化、そしてアラートを統合的に管理しておりますこの GrenADB の肝となっているオートヒーリングなんですがこれは GrenHA によって達成されています ここについいてて少し紹介させていただきますグレン HA は MySQL インスタンスに対して5秒間隔で専用のテーブルのレコードをアップデートすることで死活監視を行っています。これに連続で3回失敗した場合そのサーバーが死んでいると判断してフェイルオーバー処理を行います。例えばこの例ではプライマリーへのアップデートクエリーが3回失敗した場合を示しています。 この3回連続で失敗した時点でプライマリーが死んでいると判断して全体のフェールオーバーを開始しますこのときアップデートクエリが失敗する理由は様々あるんですが基本的にスプリットブレインを避けるということを優先して一度死んだと判定したものについてはその死んだサーバーの MySQL-D プロセスを強制終了するような設計になっています このグレ a n h a はこのフェイルオーバーが発生した後はグレ a n h a はレプリカの中から GTID が最新のものを選択してプライマリーへ選択しその昇格と同時に DNS の変更やロードバランサーの変更を行って全体のトポロジーを更新します。 その後一定時間たっても旧プライマリーが復旧しない場合は新しいインスタンスを追加してトポロジーの修復を行います一方で新しいインスタンスを復旧するためには、えー、現在のプライマリー、えー、すみません新しいインスタンスを復旧するためにはその日の出入りのバックアップをリストアしてそこから新しいプライマリーにレプリケーションをつないでさらにそのレプリケーションが追いついて、えー 追いつくままでにに非常に時間ががかかる場合がありますそのためネットワークの瞬断などの短時間のプライマリの障害であった場合は GTID の状況を確認してレプリカとして再度レプリケーショントポロジーに戻すことも可能になっています。はい、そしてこれはサンプルのものなんですがえ ベルダの,こ,の D for ここで2つのインスタンスが立てられたサービスが確認できると思いますがこの右側のアクションの部分で開発者が自分でフェイルオーバーだったりレプリカを追加するまたはインスタンスタイプを変更するということが可能になっています。 この右側の部分では出てないんですがレプリカの方のアクションを選択するとインスタンスタイプを変えることができるようになっていてレプリカから順番にインスタンスタイプを変えてフェイルオーバーすることで全体のインスタンスタイプをスケールアップスケールダウンすることが可能になっています。ここまでが LINE で D バース特に MySQLOWER サービスを提供するためのプラットフォームの変遷の紹介でした。 このようにプラットフォームを改良していくことで開発者の円滑な開発を支えて低コストで運用を支える仕組みを開発してきました一方で既存のプラットフォームからの移行やマ m ス s ールのバージョンアップ作業も継続して行っていく必要がありますここからは弊社のプラットフォーム移行およびバージョンアップを支える仕組みについて紹介いたします 先ほども紹介したように弊社では継続的にインスタンスが増加することによって全社で統一した共通のバージョンアップポリシーを作ることができていない状況にありました動いているから問題ないま事、あ、業部から見ると動いているから問題ないであったりバージョンアップのための検証作業や移行作業のリソースが確保できないといった理由で古いバージョンが残っていることもありました こうして古いバージョンが残っていることでそのサポートであったり全体の一貫した自動化のコストが高まって DBA のコストが大きくなるという問題がありましたこうした問題のために去年から全体のポリシーを設定し2020年今年中の5.5のアップグレード来年早期の5.6のアップグレードをポリシーを決定して移行プロジェクトを進めてきました。 このバージョンアップの方法に弊社におけるこのバージョンアップの方法について紹介いたします。基本的にはバージョンアップは新しいサービスのインスタンスを構築してそこに対してロンリバックアップをリストアしてフェイルオーバーによって移行することによってバージョンアップを行っています。マイスケールはレプリカから順番にこう インプレースアップグレードを行うことによって全体のバージョンを上げることも可能ですが弊社ではこれまで述べてきたようなプラットフォームの移行であったり新旧環境をあ、まあ、プラットフォームの移行が特に必要なため新旧環境をまたぐレプリケーションとフェイルオーバーによってこのバージョンアップを行っています例えばこの図のような2大構成のマエースケールがあった場合は新しいバージョンのインスタンスを構築してここで論理バックアップ を利用したリストアのデータコピーを行い旧環境から新環境にレプリケーションを設定しますデー,タが確認データが同期できてレプリケーションが追いついていることを確認できたらフェイルオーバーを行って新しいインスタンスにアプリケーションの向き先が変わってマイグレーションとバージョンアップの作業が完了しますこのマイグレーションによるバージョンアップの手順はこのようになっています まずはこのプロジェクトを始める最初の段階として開発者の方でテスト環境によるバージョンアップのテストを行います。その後移行先の m y スケールを作成してデータの移行必要な ACL の移行そして移行したデータやメタデータの確認をしてクエリのデグレードの確認も行った上で移行用のレプリケーションの設定をします。そしてレプリケーションが追いついたら移行先へフェイルオーバーという形になっています。 このようにすると簡単に感じるんですが実際にこの大量のサーバーをアップグレードするということを考えると対象となっているサーバーは1,000台以上そして数百のサービスを数百のサービスの開発者と協力して移行を行う必要があります。またバージョンアップと同時にプラットフォームを移行するため今回は紹介しませんが細かい変更点があったりだとか気をつけなければいけない点がリストとして存在します。 そのため作業コストや作業ミスを最小化することが必要となってきます。ここで我々はマイスケールこのアップグレードのプロジェクトを支えるためのマイスケールアップグレードヘルパーといったシステムを開発しました。これによってマイスケールのアップグレード作業を自動化してコストを最小化することが可能になっています。 この MUH マイスケールアップグレードヘルパーでは OSS のツールや既存の内製ツールを組み合わせて高速に開発することが可能になりました簡単に説明しますと OSS としてはデータを並列にダンプできるマイダンパーそしてマイローダーを利用してペルコナ社のツールの一つである PT ショーグランツ そしてそれ以外のバリアブルのチェックやメタデータのチェックは内製のツールを利用して MQR これについては口述しますがクエリのデグレードをチェックするためのツールこの6つを組み合わせてアップグレードヘルパーを構築しました流れとしてはまずマイダンパーを利用して既存の環境のレプリカからデータを抽出しますそしてマイローダーを利用してこのデータを新環境のプライマリーにリストアします この後同様にししてて PT-SHOW グランツをを使って必要な ACL 現行環環境境から新環境へ移しますこの状況がうまくできているかをメタデータチェッカーまたバリアブルチェッカーを使って確認しさらに本番環境からネットワークパケットやジェネラルログを抽出してそこからリード系のクエリを抽出して新しい環境にそれを再現することによってクエリのデグレードをチェックします。 このツールは内部的には API でそれぞれ実装されていますがウェブ画面として簡単に操作できるようになっています少し見づらいですが左側のソースターゲットというところで移行前の現行環境と移行後のサーバーを登録してそれ以外その以降はバリアブルの比較であったりユーザーのマイグレーション作業データのマイグレーション作業そしてその差分の確認 MQR による クエリのデグレードチェックがこういったようにウェブ画面からボタンをポチポチしていくだけで可能になっていますすべての詳細画面を紹介することは時間の都合でしませんがクエリのデグレードをチェックする部分ではこういったクエリのダイジェストを元にしてそのクエリが一定期間でどのぐらい実行されたか それが新環境に適応したときにどのぐらいの実行時間で実行できたかといったことを一覧できるようになっていますそれぞれ細かい点もヒストグラム化するなどして DBA が簡単に確認できるようになっていますこのようにアップグレードヘルパーを開発することによって先ほど紹介したメジャーバージョンアップの作業のうちデータ移行から ACL、メタデータチェック、デグレードチェックを行って 移行用のレプリケーションを設定するところまでが半自動化され、半自動化することが可能になりました。最後はスケジュールを調整してフェイルオーバーを行えばメジャーバージョンアップそしてプラットフォームの移行が完了します。このようにデータベース室では OSS の力を借りつつ最小限のコストで運用を行えるように開発も行っています。 こうしてマイスケールのインスタンスをアップグレードしていく中で8.0のデフォルトの設定によって問題となったケースを一つ紹介します。この問題はマイスケールダンプのコマンドを利用して論理バックアップを5.7から8.0に行ったときに発生しました。 どういういことか、起きた現象としてはテーブルのコレーションが変わってしまっているということが発生して5.7の UTF-8MB4GENERALCI から8.0では UTF-8MB4900AICI に変更されてしまっていましたこの時それぞれのインスタンスの設定はキャラクターセットサーバーが UTF-8MB4 コレーションサーバーが UTF-8MB4GENERALCI に設定されていましたが実際に移行した後のテーブルを見るとコレーションが変わってしまっている。 という状況が発生していましたご存知の方も多いかと思いますがこの設定8.0で新しく設定可能になったデフォルトコレーション for UTF-8 MB4 の設定がこういった現象の原因になっていましたこの設定はクリエイトテーブルやオルターテーブルなどでキャラクターセット UTF-8 MB4 のクローズがとく、えー、が キャラクターセット UTF-8MB4 区があってコレーション区を設定していないような時に利用されるデフォルトのコレーションをコントロールできるパラメータになっていますこの設定は5.7では暗黙に決まってはいましたが設定することができず8.0からユーザーがコンフィグによって設定することが可能になりましたそしてこのデフォルトは UTF-8MB4900AICI になっています そのためこの部分を追加して現象を見てみると5.7ではキャラクターアセットサーバーコレーションサーバーが同一だったにもかかわらずデフォルトコレーション 4UTF8MV4 の設定が変わってしまっていました、えっと、下に出しているのはサンプルなんですがマイスケール5.7で適当なテーブルをコレーションやキャラクターアセットを設定せずに構築す、えー、クリエイトテーブルするとこういったテーブルができます ショックレイトテーブルで見ると、デフォルトのキャラクターセットが設定されている状態が確認できると思います。これはマイスクエールダンプで取った場合も同じで、えー、とダンプしたエスクエール文の中にはこのような状態でテーブルが格納されています。これを8.0に持って行ってクリエイトテーブル文としてそのまま流すと、先ほど言ったデフォルトコレーションフォーマイスケールエイト MB4 の設定が まあデフォルトの UTF-8MB4900AICI になることによってここで小クリエイトテーブルで出しているようにコレーションがこの設定に上書きされてしまいますこれが今回の問題の原因となっていました対策としてはデフォルトコレーション for u t f 8 m b 4この値を適切に設定するもしくは移行後にテーブルのコレーションを変更するといったことが挙げられます 余談ですが、UTF8MB4900AICI の設定ですと、まあひらがなで病院と美容院って書いた場合にこの値が区別できないというものになっているので、日本では特に UTF8MB4GeneralCI を使われている方が多いかと思います。これについては今年のマイエスケールアドベントカレンダーでマイエスケール8.0でも。 UTF-8 m b 4 g e n e r a l c i を使いたい僕らはというなんかエモいタイトルで詳細な説明を書かれている方がいるのでこのブログも参照することをおすすめします。当然マニュアルにもこういった現象が書かれているのでマニュアルも読むことをおすすめします。以上がマイスケールのバージョンアップを支えるツールと実際にアップグレード時にあった問題の紹介でした。 ここからは弊社のオペレーションを支えるツールで GitHub で公開しているものを紹介します。ここでは先ほどから出していた MyScale Query Replayer と MyStatusGo というツールについて紹介させていただきます。それぞれ GitHub で公開していますが、MyScale Query Replayer はネットワークからパケットをネットワークパケットを 取ることでそのパケットのダンプファイルからクエリを抽出して別のマイスケールにクエリを再現することでデグレードを確認することができるツールになっています。またマイステータス号はいわゆるマイスケール版のトップコマンドなんですが弊社のようなシャーディングを大量に行ってかつそれぞれのシャードにレプリカが大量に存在するといった環境でもその一覧をリアルタイムにターミナルから確認できるツールになっています。 まずはマイスケールクエリリプレイヤーについて紹介します。これはネットワークパケットをオブザーバーが抽出して、そこからセレクト系のクエリを抽出して別のマイスケールにクエリを再現することでデグレードのチェックが確認、デグレードの確認ができるツールになっています。クエリの再現方法によって3つのモードが選択可能でマルチモードやシングルモード、MP リーダーといったコマンドとしても提供しています。 簡単に紹介しますとこのように左下オリジナルの現在プロダクションで稼働中のマイスケールに対して AP サーバーがクエリを投げています。ここにオブザーバーのツールをインストールしてキューイングミドルウェアとなるレディスとアプライヤーの MQR マネージャーを用意することで実際に流れているクエリをリアルタイムにキャプチャーしてセレクトクエリを抽出しレディスを経由してアプライヤーから 移行先の m y s q に対してクエリを再現することが可能になっています当然ライト系のクエリまで順序を保証して実行することはできないのでデータの移行についてはレプリケーションを経由してリード系のクエリだけを再現してデグレードを確認するようになっていますここまでやるとインストール作業が大変なのでここを簡単にしたまあパフォーマンスは完全に再現できないですがインストールを簡単にしたシングルモードやコマンドとして TCP ダンプやジェネラルログを後から引数として再現することができるツールもモードも存在していますこういったツールもはいそれが MQR の紹介でした続いてマイステータス号の紹介をさせていただきます これは先ほども言ったような m y スケール版のトップコマンドになっていてデフォルトではインスタンス情報を1秒間隔で取得してターミナル上でその状況を確認できるものになっています基本的には小グローバルステータスやパフォーマンススキーマインフォメーションスキーマを抽出してこの情報をサマライズしてターミナルで見ることができます例えばこれはデフォルトの画面なんですが 2つのマスターとスレーブと名前ホストネームがついたサーバーに対して QPS を確認することができていますセレクトアップデートインサートデリートといったクエリータイプごとの QPS であったり全体のコミット数などがここで確認できますまた簡単に確認するためにリードオンリーの設定であったり IO スレッド SQL スレッドの状態も確認することができますはいえー そしてタブを移,行する移動することで他のモードに移動することもできてそれぞれのインスタンスで実行されているスレッドの状況を確認したりだとか一つのホストに絞って画面上ちょっと小さくなってしまっていると思うんですが全体の状況を1秒おきに確認することが可能になっています。こうしたツールを利用して大規模なサービスインスタンスであっても少人数で 効率的に運用がでこのようにですねさまざまな OSS のツールの力を借りてかつそれらを開発することによって低コストで大量のインスタンスを運用してきましたがそれでも我々はまださまざまな課題が残っていると感じています。例えば現在提供できていない機能の実装だとかさらなる実装 さら,なるさらなる自動化も継続的に必要なんですが前提として DBA がこれまでは前提として DBA が作業をすることを念頭に置いてシステムを開発,開発してきましたしかし今後は開発者が低コストでセル,フマセルフマネジメントをベースとして運用できるようなシステムの開発が必要になっています。 例えば DDL の処理によらずオンラインでスキーマ変更が行えるようなシステムやスケールインスケールアウトが簡単なアプリケーションの特性に簡単に追従できる ACL 管理の方法を今後実装していく予定になっています。また今後は高度な自動化を進めていく先に自立したシステムを開発することを目指しています。 運用面では単純なルールベースでアラートを発行してそのアラートが来るたびに DBA が状況を判断して対応するということを行っていますが我々が現在行っている状況判断やその対応といったものをシステムに実装することによってより高度なプラットフォーム高度で柔軟なプラットフォームを提供することを目指しています。こうしたデータベースプラットフォームの開発に加わってくださる方を募集しています。 以上で私の発表を終わらせていただきますここまでで LINE のデータベース質の役割の紹介そして MySQL のプラットフォームの変遷バージョンアップを支える仕組みそして運用を支えるツール今後の課題を紹介させていただきましたごご聴ありがとうございました。